フィの性欲がない理由に気づいた読者の反応集。冒険しか頭にないから海賊王になって余裕が生まれたら普通に目覚めると思う。首かしげるハンコック可愛いな。幼馴染がね。幸せパンチは食らってたのに。ルフィは突然生えてきたけどゾロは確実にこれ。一回り近く離れた年上に反応しない人は一定数いるし不思議じゃないよね。ハンコック31だから。ただただ好みじゃなかったそれだけの話だ。聞かないねえババアだから。アルビダのこと美女って言ってるしここで聞かなかったのマジでわかんねえ。歌いるし男はなんやかんやで母親に惹かれるっていうからダダンみたいな人がタイプなんじゃない。歌いるしがわけわからないんだけど。ハンコックのレス？いや、拡張を殺したい人間のレスだけど。美醜の判断はつくけど心がわしづかみにされてるわけではないとか。自由を与えるのがニカの性質だから石化みたいなのは食らわないんじゃね。じゃあなんでノロノロは効くんだよ。精神が常に自由みたいなことでも言いたいのかよ。ルフィノロノロビームめっちゃ警戒してるな。ゴムだから石化しないとか。すごい苦戦したからな親便戦。明らかに弱いやつに自分の動きが阻害されるせいで苦戦したのってめちゃくちゃストレスだったと思う。興味自体はあるのか。ノロノロビームと思ってるなら脳裏に親便謝ってる状態だからそや立たないよ。ハンコックって10歳以上年上だったのか。冒険に恋してるからだろうな。ニカニカの実のニカ人間だから生殖欲求がない悪魔の実を食ったやつを奴隷として操り続けるので。恐怖心が勝てば大丈夫な理論だとひょっとしてウソップも無効化されるのか。別に美醜に関係なく心が揺らがないってだけじゃないの。単純に年上がそこまで趣味じゃないのもありそう。牧野さんは年齢は高いけど見た目はかなり若々しいし。お玉とかがヤバくなるからやめろっつってんだろうが。興味はあるけど惑わされるほどじゃないとか理想だろ。まあボロボロで知らない土地で仲間からはぐれて慌ててたらいきなり裸見ても誘惑されないとは思う。ハンコックの身長でかすぎるしな。言ってもルフとウソップはやたらべったりしてるから何かのきっかけで目覚めてもおかしくないだろ。酔った勢いで花を使うことはしたかもしんねえ。覚悟が足りてたからマムに恐怖しないジンベイみたいな感じでたまたまシチュエーションに噛み合っちゃったのか。アルビダのこと美人とか言ってるから単に好みじゃなかっただけなの濃厚に。ルフィロビでしょ。美人系より可愛い系の方が好みなのはあるかもしれない。あと年齢が前後2歳ぐらいの近いことか。でもロビンって誘ってきた相手が実際に手を出したら好感度が倒しそうだし。歌の抱き方見たらウソっぽいなくてもそういう空気なら普通にこなせるのがわかるだろ。サンジは結婚しても浮気しそう。ゾロの方がヤバいだろ。ルフィですら覗いた風呂覗かなかったし。あいつは区内にミサを立ててるだけだからな。初恋に心とらわれてるだけ。あいにくゾロはペローナと結ばれているのだ。ウタチュアンがルフとの関係分かった途端紳士モードになるのはラウだろ。海賊団としての仲間関係にはシビアな男だから。珍しい食材もたくさんあるからね。ここは天国だよ。ウソップが犯人云々は良たとしても突然仲間消されて反応する余裕もなかったってのはありそう。2年間あのハンコックと同じ島に暮らして物を届けさせて一切そういう関係になってないのおかしいよ。サンジはなあ作者に結婚しても浮気するって言われてるしな。ノロノロのこと覚えてたのすげえな。これからこいつを討伐するぞって覚悟してても食らうわけだから見とれるどころじゃないの。ハードルが恐ろしく高いと思われる。とっさにノロノロを思い出しただけなんだろうけど親人死んだことにされてる。オダッチがルフィの恋愛を絶対書きませんと言ってる以上漫画で書かれることはない。でもなアルビダよりブズだしな。歌幼馴染は漫画連載してる方でも設定同じなのか。サンジって他人の女には手出さないよな多分。さすがに最初からあった理由じゃないだろうけど異性への興味のなさや序盤から音楽家欲しがる理由付けとしてはうまくやってると思う。いい景色程度の感動でも割と石化通りそうなんだよな。メローじゃなくてヤデシャツ方も効かないのかな。そっちとかケリは非生物にも普通に効くしとおるんじゃないかな。効かねえニカだからはあるかも。心ばあちゃんが人魚なのは嫌だなとかも言ってるんだよな。メロメロ効きそうなもんだが。あくまで小手調べで繰り出されるお手軽殲滅技が効かないだけだからこの時点だと勝ちの目普通に皆無なんだよなルフィ。恐怖心が邪神を凌駕したら効かないらしいしモモンガがやったみたいに別の同様で気をそらすのは直接石化攻撃以外には有効なんだな。やっぱスモヤンの実っても石で破壊されてたし物理なら石化できるだろ。メロメロってなんだよ。知らなかったか。メロメロとはそういう感情じゃ。世界一の美女による特攻誘惑が効かないってのは主人公らしいしこれ以上の理由はないと思う。実際にノロノロは最強の一つだと思うよ。戦う気満々でも効いちゃうのは相当だよね。麦わら海賊団は船長も副船長も ED らしいな。あの海賊団料理人も釜ばっかに出入りしてたらしいな。そんだけノロノロビームに恐怖や焦燥を覚えてたってことなのだろうか。実力差的には勝てる相手に仲間を奪われそうだったからまあそりゃそうなるというか。子供に剣でこう向けるのは海賊の風上にも置けねえってシャンクスも言ってたし。これ何巻ぐらい。コビーも目標だった海軍将校になって満足したら食らいそうだな。アルビダを美人だと思ってるのにメロメロ効かないのは納得できる。心人魚が受け入れられないのにメロメロ効かないのは納得いかない。まあここは時期も時期だしな。歌って映画だけの設定じゃないの。本編に出てこないだろ。ゾロが食い直す気だったって思ってる人たちはちゃんと原作読んでないのかな。胸だって膨らんできたしさ。周辺のシーンではアニメのオリジナル演出で少し赤面してた原作では皆無の描写だったけど
ネットの情報に踊らされてるってことか。まあこれは作者の都合だと思う。サトル空がキスも知らぬアホにされてたのと同じかと。アルビダの時は多分小田線がそこまで考えてなかっただけ。原作の映画公開前かどっかでやってた新時代ってエピソードでシャンクスが喋ってる時にシルエット出てるから、ルフィの幼馴染で赤髪海賊団にいた歌って存在自体は原作にもいる。他の映画キャラと同じで色々事情違うから事件引き起こさないんだろうけど、大体扱いは式と同じ。美女って概念自体は理解できるけど浴場はしないってだけでしょ。美術品見てこれはすごいらしい、俺は興味ないけどってのと同じ感じで。小田のさじ加減に振り回されてるワンピース読者ってゴムゴムがミカの宿った実でしたってなろう展開忘れてないか。ハンコックメロメロメロ大谷ハンコック、こうなりそう。モモンガが手を差していた身で邪念を追い払ったようにノロノロビームへの危機感でやましい気持ちがなくなってた説。ガープが SOWD 連れて黒ひげの島に乗り込んだな。死亡フラグビンビンだけど、H いないタイミングだし死ぬことはないだろと。終わりパンチヤバすぎるし普通に無双して帰りそう。このメロメロはゾロには効くのか知りたい。美人はわかるけどメロメロにはならないって SBS で説明されてなかったっけ。実はメロメロは D の一族には効かない。そもそも普通の人間とは生物的に違うから、いわゆる性欲に基づく部分で一致しない。 D の一族は D 同士じゃないと繁殖できない。少なくともエースの両親はお互い D の一族。こんな読書の的外れな考察じゃなくて、作者が SBS で女に関しては興味はあるけど惑わされるものではないだけって答えてる。いちいち歌引きするやつうざすぎる。ルフィは誰にも恋愛感情抱いたことないってだけの話やん。ルフィにメロメロ聞かないのはウソップがいねえからってもうとっくに言われてるやん。ウソップがいたらせっかしてるよ。